ホラポス、関西百名山。ワウワウ。新年明けおまして、おめでとうございます。時刻は間もなく、ちょっと早いよ。9時半。9時半、はい。9時半です。今日はここ、じゃん、和田山駅、JR ですかね、はい、にやってきております。今日はここからなんと、関西百名山も第80座となっております東床納山に行こうと思っております。なんとここから登山口までアプローチ12キロ。散々こうトレーニング不足に陥っている日々でありますが、果たして無事に登山口までたどり着けるのでありましょうか。はい、はい、親玉。何よね。なんでやねん。おめでとう。おめでとうございます。東床納山に向かいます。はい、またここに戻ってきます。12キロ、24キロプラス山道は7キロで31キロの予定です。はい、それでは今日元気に行ってみよう。障害です。はい、列車に乗ってる時はね、もう動かれへんから吹き込む風でもうさっと思ってたんですけど、うんうんうん、日が差してこうやって走り始めるとやっぱ暑いね。うん、はい。あったかいんやな。あったかいんやな。あったかい ね、 ね。きっと桜並木も綺麗なんやろね。うん、雪どこも見当たれへんで。見当たらんな。アイゼンまで持ってきたんですが、うん、見当たらないです。はい、標高1000いかない山なんできっと雪はないんじゃないでしょうか。はい、まあ、発作やで。あ、893メーターですね。発作やで。あ、839メーター、はいはい、発作らしいです。はい、行ってみよう。はい、ちなみに六甲山は空差931メーターです。はい、行ってみましょう。パッパラーン、久しぶりに純吉の給食編。はい、はい、前回ちょっとお伝えしたかもしれないんですが、今現在あの給食委託会社の応援専従アルバイトとして時間給でね、あの働かせてもらっています。応援専従、ね、応援専従、はい、あの普通はどこかの一つの事業所に所属して、まあ、そこが休みだったりとかすると他の事業所に応援に行ったりとかいう形式なんですけども、私はもうどこにも所属せず応援のみでいろんなところに、ところに行くわけですね。そうそうそう、はい、っていう働き方をしてるんですよ。はい、で今現在は老人ホームの仕事が一番多いんですけども、ある時は老人ホーム、ある時は保育園、はい、ある時は小学校。はい、私にはねちょっとこのいろんなところでいろんな人と出会える働き方っていうのがすごくね、はい、ありがたくて刺激が多くて、はい、今すごい恵まれてて幸せやなと思って働きさせてもらってるんですけど、具体的には何してはるんですか。例えば老人ホームだったら、はい、調理する前の食材の仕込み、はい、切り分けをしたりだとか、そういうことですよね。ではたまたちょっと洗浄の方にちょっとお手伝い入ったりだとか、ほうほうほう、で小学校だったらあの200食つあの作る事業所だったら、調理の方入ったりとか、ほうほうほう、まあいろいろなんですよ。現場によって求められることに応じてやるみたいな。ほうほう、だからね、
本当に経験値ちょっとずつ上がっていって、うん、楽しいなと思ってます。ロイヤルホストの方も夜頑張って頑張ってるんですね頑張ってやらせてもらってます。ダブルワーク、ダブルワークでやらせてもらってます。はい、だんだんとね求められる動きがちょっとずつね失敗もしながらできるようになってきたかなっていう感じがあります。ところでちょっと噂に聞きましたけど、はい、250時間ぐらい働いてるらしいですね。ブッブー、はい、先月は277時間59分でした。ブラックいやブラックじゃないダブルワークっていうのはそういうことが起こりますよね。一つの事業所で遠慮して休みくれてももう一個で働くとそういうことが起こりますよね。そんな働く人おらんで。いやおるやろいやおるやろ、まあ、ちゃんと寝てちゃんと食べたら元気ですよ。どっちかが大丈夫ですか。おかげさまで12キロまだ走れますよ。本当ですか、うん、はい。いやね、言われるんよ、体力そんなんでよく朝走ったりとかできますねと言われるんですけど、はい、違うんですよ。定期的に走るからこそ元気なんですよ、はい、血が巡り肉が育つ、肉と骨が育つ、もう走ること私にとっての支えなんですよ。でロイヤルホストはもう1年過ぎたんですね。そうなんですよ、11月なるんですか。ね、やけどまだ未だにしてますけど、いろいろしますけど失敗もしますけども、はい、それでもやっぱりやめずに繰り返し繰り返しやってたらそれなりにね人って成長するもんやなと自分では思ってます。完璧は求めない、自分に完璧は求めない、今できることを精一杯の繰り返しですね。はい、はい、べちゃべちゃ喋りましたが以上、学校ちゃん給食編でした。はい、今日この頃でした。はい、はい、待ってね、以上です。はい、はい、3度目の2度目2度目ちょっとね小雨が降ってきたんで、はい、雨具に切り替えました。忙しいな、ここに置いてる。はいはい、結構岩場っぽいね。そうやん、滑りそうやん。沢渡りが見たよ。へえ。はい、登山口です。はい、時刻は11時46分、はい、距離は 12.6 キロ、はい、登山口に到着しました。もうあと15分でお昼なのでもうここでどん兵衛お昼食べてから一気に登りたいと思います。はい、休憩です。はい、どん兵衛です。鴨だし。あ、いい匂い。いただきます。うん。魔法瓶の性能がいいとね、熱々やから嬉しいね。熱々です。ほんまか。ほんまです。おいしい。初雪です。はい。時刻はジャスト正午です。はい、腹ごしらえ終わりまして、はい、ようやく登山開始です。なかなか長いアプローチでしたね。ちょっと晴れてきましたかね。はい、日差しがね。しかし食べてすぐはね、脱ぐと寒いんでね、ちょっと着て歩いてます、うん、雪がちらついてます。ここにトイレがあります。さっきのところから10分ぐらいか。はい、車はね、もうさっきのところでもう通れないようになってたんですけども、ここがもともとの本来の登山口ですね。そうやな、うん、すごい水洗のトイレまであってびっくりしますね環境保護の観点から今はここまでは車で来ないでねって看板がありました。はい、
とも言いますが、いよいよ登山開始です。わあ、すごい立派な木やで、これ。これ、これがあれやろ、あの、大桂。ああ、これ立派やわ。すごい。これは大桂というだけあって、本物大桂よ。なんか不思議な木やな、これほんまに。おほんまや、朽ちてる。登ります。はい、ちょっと滑ります。山頂まで 1.7 キロ。はい、よく踏まれた登山道で分かりやすいですね。はい、さすが百名山。の採掘場がね、新しいですよね。後ろ危険です。本を渡してくださいって書いてある。え、これ危険らしいわ。でも行けそうやけどな。でもストップって言ってるからな。橋は危険です、川を渡ってください。はい、かな。ああ。ああ、聖林寺跡。うん。金山なんだね。宝の山やったんやろね。金山。ああ。掘るか。掘らんけどな。12時41分、距離は 14.4 キロです。あのどなたかがすっごく分かりやすくね、表示つけてくださってるんですよ。はい、なのでこういう方向音痴、道間違いのプロの私たちもね、こっちやって分かるんですよ。あね、すごいよ本当に。この山本当にね、愛されてる山やなって分かりますね。あ、雪がちょっと残ありますね。うん、まあ足元にはないんでね、今のところ安全に登れてます。水場。へえ。ショットルート、登山道はこの周辺で沢を渡りますよ。で、右に行くらしいで。そうやで、右、尾根道の方に行かなかんで。あ、これか、これっぽいな。これ左に行くと、東とこの山、寄らんと、西とこの山の方に行くね。はい。ああ、渡ってまっすぐ右の方に道あるわ。うん、もう超親切やね、この登山道。
白のコントラストがやっぱりいいよね。だんだん雪が降ってきて、めっちゃ綺麗なんですけど、すごいし、雪山はやっぱり静か、全部吸い込まれる感じがする。ああ静けさ最高、ひんやりした空気がね、ほっぺたにすごい心地よくてね、時折差すこの日差しがこのキラキラ感をすごい倍増させてくれて、ああやっぱこれでよかったなって思う。よかったな。もうね美しすぎるわ。めっちゃ急。ああ急やけどなんかそんなことも忘れてたね。いやーすごい綺麗。パウダースノー万歳。いてついてたらね怖いし歩きにくいけどね。本当誰も踏んでないこの雪が。ワンワン。はい、ワンワンワン、1時11分、はい、15.1キロ、やりました、ホロプス関西百名山第80座やりました、80座元気やね。誰もおらんからいやだいたいこういうさ開けた山頂には誰か先客がいるんやけどさ、登山口に車もなかったし、もう貸し切りですよ今日は。そうやな、熊さん待ちっといてなって感じこっちが氷ノ山とかやて、うん、わーすっごいやん、いい山やな。祖父岳はあっちの方やっけ。結構な急登やったんですけど、ほんまにねちょっと我慢したら着くからね、登山口から1時間ほどでしたね。日本海はこっちやけど見えへんな。ナイトビュー、イズニー。皆さん、着替えて。はい。はい。ワンワンは4分ほど休憩しました。13時15分、15.1キロ下山です。はい、行きましょう。すごい吹きさらしやから。いやー、すごい景色あったね。素晴らしい。次は西徳兄さんに向かいます。はい、貸し切りですよ。なっております。そしてこれがお噂のちょっと今は使用できない避難小屋でしょうか。ちょっと中お邪魔してみましょうか、はい、あーでもこれだね、ちょっと雨風しのぐぐらいはできるんちゃうかなって感じ。あ、その奥に換気扇とかついてるわ。そこがほんまちゃんとした小屋だったんだね。うん、元はちゃんとした避難小屋やったみたい。ほんまや、踏み跡がないので道がどこなのかよく分かりません。テープ様様ですよ。テープ頼りに進んでいかねば遭難しそうです。そうなんですよ。純吉はさっきすってんこれりんと滑りました。3時31分、はい、15.7キロ、はい、はい、今
これ行くとね、さっきの道に出んね。あ、もう糸井の大神楽って書いてある。そうだよね。はい、風が冷たくて耳がちぎれそうなのでフードをかぶります。ちぎれは正義だよ。はい、この服は12月にサンタさんが来てくれました。ちゃんサンタがね、全員お見せしましょうかね。あの、はいはい、ニューバランスなんですよ。間違いなんですよね。間違いなんやけど、お、ちょっと脱ぐんですかね。イエーイ、はい、この裏地が気持ちいいらしいですよ。裏地見せる、うん、このふわふわの質感で、ふわふわ、はいはい、もこもこしすぎずね、シルエットもちょっとタイト気味でね。色違いもあります。色違いは純ちゃんがお揃いでカーキ色を買いました。はい、ありがとうございます。うん、気に入って山に来てきてくれました、はい、サンタさんがプレゼント。純ちゃんサンタさんプレゼント。また来てください。年に1回しか来ませんよ、サンタは。稼ぎのいい時だけです。肩だけ。稼ぎきれんかった。今ここで出店頃に滑りました。サンタ滑る。はい、西、はい、時刻は14時8分、距離は 17.7 キロ。はい、じゃん、西所沢山に到着しました。真っ白け。あ、でもあそこに見えますよ、下の町が。はい、すいません、ちょっと間違っちゃいました。ここで合ってるんですかね。はい、あの、あっちの方にテープが見えたんで、テープに釣られて行っちゃいましたけど、奥山という方に行っちゃうみたいです。ここから、あの、羅漢口方面に下山したいと思います。はい、ちょっと間違えちゃいました、すいません。めっちゃ急。はい、ちょっとなだらかになりましたね。はい、もうすっごい急勾配で怖くて口きかりませんでしたね。転げ落ちそうだぐらいでしたね、人は。うまいな。はい、やっとちょっとまともが。はい、15時14分、はい、距離はジャスト20キロ。ここから下山してきました。はい、今駅に向かって13キロ走っている最中です。長いね。はい、まあちょっとやや下り気味なんで、まあ何とか走ってます。下山道はやっぱり急で、
あの行き品はねすごい整ってたんですけど、東に向かうときはやっぱ倒木も何箇所かあって、はい、沢あたりも多かったし、で路面がすごい滑るんで、はい、だいぶ集中力必要としたんですよね。なのでまあおすすめするとあれば西を先に登って東から下山の方が、はいはい、いいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、でもトータルしていい山でしたね。案内もちゃんとしてたんで、はい、楽しい一日過ごしました。はい、あと駅に向かって走りたいです。はいはい、帰ってきました。16時51分まっすぐ53分の電車に乗るために頑張って走ってきました。なんか間に合いそうです。間に合いました。滑り込み滑り込みしてる。2号車17番ビバ特急。時刻や運行情報は JR お出かけネット、または JR 西日本アプリウェスターからご確認いただけます。列車は前から4号車、3号車の順に、一番後ろが1号車です。この列車は全車指定です。運転者は1号車後ろ乗りです。車内販売の応用はございません。ご了承ください。珍しいな。This is the corner police number 24 New Direction Round 4 Shin Osaka. To board this train, a limited express ticket is required. In addition to the basic fare, we will be stopping at Kaibara.顔赤いですよ、だいぶ。どうなんですか。まだ今動き出したとこやろ。もう出来上がった。五臓六腑に染み渡るってやつよ。最後の12キロ。よう頑張ったな。もう、キロ6分が出せない体やからね。でもその電車逃したら1時間待たなかったからね。頑張った。頑張りますね。最後は5分台出たんちゃうか。え？最後は5分台出たんちゃうか。